ビッグバンによって誕生した宇宙に地球が姿を現すのは今からおよそ46億年前。大小の隕石が衝突し、高熱のマグマに覆われていた。やがて何万年も雨が降り続き、海となり、宇宙の奇跡、水の惑星が誕生した。その後、地殻変動が繰り返され、およそ530万年前に世界の最高峰、エベレストが誕生した。そして500万年前、アフリカで人類の祖先のエンジンが二足歩行を始めた。自然状態とは、むしろ戦争状態である。この人類の特性を積極的に生かし、対立する双方が蓄積してきた歴史から共感のステージを作り、対立、統合、発展がスパイラル状に回る流れを生み出す。世界情勢の激変と歴史問題が政治、経済、文化、教育に本質的な影響を及ぼすことを認識し、20年以上の歳月をかけて次の時代を日本の地から生み出すための準備を着々と進めてきた人間自然科学研究所。今、人類の新たな繁栄のための緊急プロジェクトを立ち上げる。人口20万人の地方都市にあって、社会問題を経営資源と捉え、新しいマーケットを作り、歴史の評価に耐えるトップブランドを生み出してきた会社がある。小松昭雄が経営するベンチャー企業、小松電気産業。主力商品は、世界に先駆けシートシャッターマーケットを創造してきた門番と、クラウド総合水管理システム、ヤクモ推進。ヤクモ推進は、21世紀の重要課題、水に対応するオールジャパンの国際プロジェクトを構想している。このヤクモ推進は、変革への突破力をテーマにしたフォーラムでも紹介された。門番システム、ヤクモ推進の全国・世界への普及と、研究所の事業を通じて世界平和のプラットフォーム構築の一翼を担うことを目指している。研究所として今一番その取り組んでいこうと考えていらっしゃること、どういったことがありますか？平和の事業家なんです、はい、これはね、みんなえっていう感じですね、はい、戦争というのはね、これで経済をね、動かしてきたのが人類の歴史なんですね。兵器産業は膨大な需要を大量消費しますからね、そして科学技術ものすごい進歩するわけです、ね、でも核の時代を迎えてですね、そしてスマートフォンの時代を迎えて、これによって情報をですね、隔離することはできなくなってる、ね、核の時代はそれをやったらもう終わりになっちゃうんですね。それを一番よく知ってるのは日本人です。原子爆弾が広島と長崎に起きて、そして福島で事件が起きてですね、まあ、地震国で気がついてみたら、全国に、ね、たくさんの、まあ、原子力発電所を作ってしまってたんですね。この松江ももちろんそうですけども、これは日本だけじゃなくて世界中にも原子力発電所を作ってますからですね、逆にこれを新しい文化をこの出雲から、ね、アジア世界に、ね、出さないと未来がないと、人類の未来がない、日本の未来もないと、アジアの未来もない、それができればあらゆることが、ね、開けてくると、そういうチャンスというふうに考えればいいじゃないでしょうか。水の惑星地球に誕生した人類は、火の利用、言葉の発明、分業により進歩し、紆余曲折を経て今日に至っている。火は火薬、ダイナマイトを経て究極の火、核になった。言葉は文字、グーテンベルクの印刷術を経てクラウドコンピューティング、タブレット端末、SNS に至っている。分業は、国際分業が機能しなければどの国も成り立たない時代になってきた。日本に一番近い国は
韓国ですね。そして隣に、今非常に難しい状況になっている共和国、北朝鮮ありますね。これを太平洋の向こうに持って行ってくださいって言ってもそれは聞きませんね。変わらないものですね。そこに三カ国の核大国、中国、ロシア、この位置がありますね。そしてアメリカは非常に大きなパワーを持っていますね。この3つの大きな国の勢力はここで拮抗しているわけです、ね、日本と韓国共和国の対立がある。そして日本の中には共和国系と韓国系と日本人というここに3つの違った対立構造がある。そしてこれが自分たちが人類の未来を作る、自分たちの未来はもちろんのこと、祖国の未来、この核大国の未来、そして世界の人類の未来を自分たちが握っているんだということが分かったときには、人間は私は素晴らしく変化すると思っています。それが人類の歴史ではないかなと、このように私は思っています。ですから人類の歴史の中で神様がこれは作ったとしか言いようがないですね。そういうところに我々は今いると。人間自然科学研究所がある島根県は、東西冷戦が世界で唯一残っている朝鮮半島の対岸に位置し、竹島の碑を制定している。展望が開けない今日の世界状況で、拉致問題、竹島独渡問題、従軍慰安婦、戦後賠償など、日本と朝鮮半島には抑制された対立が続く。小松昭夫はこうした問題が引き金となって核大国を巻き込み、世界的な紛争につながる可能性があるという。今慰安婦、この大きな問題になってますね。国連でも取り上げられました。これはですね、あらゆる問題を解決する、あるいは生かす入り口ですね。彼女たちが失ったのは誇りを失ったんです。誇りを取り返すんではなくて、この地球上で誰も得ることができない尊厳、誇りというものを獲得できるようにするのが本当の真の優しさですね。戦前の問題は、戦争中の問題は 100% 日本の責任、そして戦後あのデモが続いた問題は韓国の人と日本の人と両方の責任である。これは常しえの隣国として、中国の外交界の長老と言われております蒋公禅さんという方がですね、だいぶ前に書かれた本なんですね。日中国交回復をやるにあたってですね、非常にその裏方として苦労されてきたという記録が綴られておりまして、今のギクシャクしたものを何とかしなきゃならないなという思いにされるこの本でございます。日本の今の当事者、政治家、わざわざ日本の歴史を教えない、日本の侵略の真相を分からせてない。侵略したことあるものはね、これは認めるのは勇気あるものです、知恵持ってるものです。ドイツを見なさい。ドイツ、この点は日本はるかに超えた。小松昭夫は蒋公禅元中日友好協会副会長宅を訪問し、ドイツを超えますと力強く伝えた。私は戦争が終わった時は2歳ですから、直接戦争責任はないんですよ。あるのは戦後責任、なぜそういう戦争が起きたのか、なぜそこを植民地にしたのか、その時代の背景、あるいはそこに至るプロセス、それをよく研究する。相手側と共感ができるものと共感ができないものとかありますね。今竹島の問題なんかは共感ができないという選択、それは対立ですね。その対立をむしろ生かして統合して、もっといい新しい未来を作る、それこそ子孫に対する義務と責任なんですね。自分が人間だという認識があれば、当然そうしなければならない義務と責任が未来と、そして亡くなった犠牲者のためにあるわけですよ。和の文化が動き出すのはいつなんでしょうか。それは今です、うん、今これから動きます。